バンギラス豆知識、歴代登場したポケモンの中で弱点タイプの数が多いポケモンランキング第1位は実はバンギラス。まあ他にも同率1位のポケモン何匹かいるんですけどね。バンギラスは弱点が7つあって第1位ですと。あーこんばらちゃお、皆さん600族ご存知でしょうか。ポケモンには種族値というポケモンの強さを数値化した一つの指標みたいなものがありまして、その数値が高いと強いポケモンである。中でも600族というカテゴリーに入るポケモンは全ポケモンの中でもトップクラスに種族値が高く、対戦環境の第一線で戦うポケモンも多いというわけなんですけど、そんな600族の中でも優劣があるわけなんですよね。で、今の2023年1月の環境下では、600族の中で最弱がバンギラスって言われてるわけなんですよ。これね、嘘です。最弱がバンギラス。嘘なんですわ。バンギラスより弱い600族います。今日はそいつを使っていきます。初手は、相手マスカーネ出してくる読みで、アーマーが合わせて、アーマーがあんま初手投げないんだけど、めっちゃマスカーネ初手投げられそうだから、強気にアーマーガーから出すわって、アーマーガーのトンボプラススカーフサーフ号で、相手のマスカーネを倒しつつ、なんか全体的に通り良さそうなのが、こだわりメガネヌメルゴンなんで、この3匹で。いや、それです。コメント、ポケモンってもう1000以上いるのに、まだ出てない複合タイプいるのすごいよな。ポケモンって全部で18タイプあるけど、炎フェアリーの複合とか、まだ出てないですよね。僕はタイプ系だと一番最初に、第2世代のポケモンが発売した当時ね。キングドラ、ドラゴン、わトリックか。キングドラがドラゴン水タイプで、ドラゴンタイプの技しか弱点がないってのがね、まあ、衝撃でしたね。今はフェアリータイプあるんで、ドラゴンとフェアリー弱点ですけど。で、次に闇ラミ。闇ラミも当時はフェアリータイプいなかったから、まあ、弱点がないポケモンとして登場して、これまた衝撃で、まあ、その次はシビルドンとかかな。電気タイプのくせに、地面技弱点を無効にする浮遊が特性で、こいつ弱点ないやんつって、感動したのを覚えてます。で、選出段階で話してた通りの展開にはなったんだけど、ただ、アーマーガーがトリックでコーダリハチマキ押し付けられたのはめんどくさい。コーダリハチマキマスカーなトリック持ちして多分不意打ちないと思うんだよな。技スペ的にトリック草技叩き落とす。いや、なくはないか。トンボ返りだと思うから。なくはないけど基本的に採用されてないと思うから。とりあえずシャドーボールで上からマスカーな倒して、で、これでコーダリスカーフサーフ号がバレる。相手の2体目ソーブレイズ。ソーブレイズ、テラスタル、ノーマルとかいないと思うから、シャドボで突っ張っていいと思うんだけど。体感的には草とかのイメージが強いけど、どうなんだろう。いや、いなくはないか、いなくはないか。ミミッキの鍵打ちとかめっちゃ強く意識する人だったら、ノーマルタイプに。とりあえずこっちは、相手のソーブレイズのゴースターズ読みで、ノーマルテラスするんだけど、ソーブレイズはもらい人を砕ける鎧どっちもいて、どっちかわかんないけど、砕ける鎧は、物理技のダメージを受けた時に素早さが上がるっていう特性で、そっちの方がめんどくさいんだけど、シャドーボールは特殊技だから、砕ける鎧発動せずに、いけると。で、そのバンギラスよりね、弱い600族の話したくて、あ、草か。草ソーブレーズは、草になった時に炎技が弱点になるけど、その炎技を無効にするもらい火とかのが、多いイメージがありますが、あの、ソーブレイズね、特防種族値なんか、いや、まあ、そうっすよね。こいつ、おいーっす特防種族値、まあまあ高いから、シャドボー抜群じゃないなら、そんな入んないかなと思ったら、めっちゃ入んなくてびっくりしてる。ノーマルタイプにテラスタルして、ゴースト技無効にしようとしたら、普通に炎は飛んできて、まあ、そりゃそうだよなって話で。そう、バンギラスより弱い600数、ここで出すわ、ここで。多分、ノーマルテラスすることで、ゴースト技打てなくなったから、まあ、相手のソーブレーズ、炎技しか、サーフ号に対して打てないわけなんですよ。てか、なんか固まったんですけど。おい。おーい、お茶。もしもーし。待って、マジで進まない。ちょっと飲み物でも飲むか、暇だから。レッドブル飲みます。これ、このまま回線切れることある？ヌメルゴン出さなくて。なっか。そう、ヌメルゴンが、バンギラスより、多分、おい弱いんすよ。で、バンギラスは、今までの対戦環境でも活躍してきた実績が多いので、みんなバンギラスが環境的に弱くなったことに目が行きがちで、ヌメルゴンが600族であるということを忘れてる。この600族、このカタツムリも、600族なんですよ。
みんなヌメルゴの存在を頭の中から消して、こいつが600足であることをちょ覚えてないから、バンギラスが最弱とか言ってるけど、まあ、多分ヌメルゴの方が弱いっす。知らんけど。で、炎技打ってきてドラゴンタイプのヌメルゴン抜けて、今回ヌメヌメで使ってるんでね、ヌメヌメは接触してきた相手の素早さを1段階下げるみたいな特性なんですけど、てかこれシャドーボールで相手のソーブレーズの特防下がってるのデカすんぎ。ヌメルゴンこだわりメガネで使ってて、毒攻種属値もね低くはないんで、多分特防1段階下がってた状態だったら、ヌメルゴン今回特性ヌメヌメで使ってますけど、これヌメヌメね、ソーブレーズ素早さ属値85でヌメルゴン80なんで、まあヌメルゴンちょっと素早さでやってるから、相手のソーブレーズが素早さも不利だったらヌメヌメ発動してなくても抜けてた可能性は、まあ、あるけど、ヌメヌメのおかげで相手のソーブレーズの上から流星群って倒したみたいな。で、これきつっえ、これビルドかな、残飯ビルドみたいな方だったらアーマーガーがコーダーリハチマキを押しつき、あ、これ一応蹴合った方がいいか、サーフ号を投げます。ビルド型とかだったらこの対面でビルドしてきそうだから、サーフ号投げてトリックして縛ってみたいな展開しますか。ヌメルゴンヌメヌメで使ってて、他の特性に、装飾とかって、装飾だと最近はあんま見ないけど、モロバレルやキノコの奉仕、いやモロバレルのキノコの奉仕とかキノガスタのキノコの奉仕に、強いんで、装飾も環境的には強そうですけど、今はあんまキノガスタとかモロバレル見ないんでね。え、なんだこれ、あ、オボンか。あれってかさ、これ間違えたくね、ビルドアップされるのめんどくさいからみたいな話でトリック打ったけどさ、いやこれさあ、これさ、そもそも相手テラスタイプ使ってるから、サーフ号でシャローボール打った方が楽だった説ない。あれこれ、あ、でも大丈夫か、ドレインパンチだったらヌメルゴン耐えるから、でこれで流星だと倒せるか怪しいから、この夜猿の、いや待って待って、てかやばい、これスカーフ上げたから、あれこれヌメヌメで相手のこの夜猿の素早さ下げるけど、こだわりスカーフこの夜猿に上げたから、あれこれヌメヌ、あれこれ、え、エアプ立ち回りした、これエアプスカーフ上げたせいで、いや危ねえ危ねえ、まあおぼんこの夜猿だったから HD とか最強にガッツリ振ってるパターンから、ヌメルゴン結構素早さに振っててあ、耐えた、危ねえ危ねえ、マジエアプ立ち回りしたけど、まあヌメルゴンがなんか活躍してくれたんで、ヌメヌメが、いや、そう、ここまで計算したらね、こうヌメヌメの特性を生かすためのここまでの展開を想定して、あえてあそこでトリックを打つという。はい、引き続き対戦していきます。相手のパーティーよくわからんから、初手パワー系バンギでいけそう。バンギで勝てないのね、多分ドレイドエルぐらいなんだよね。ハチマキバンギ多分 HB アーマーがもうストーンエッジで押し切れる、プラスボーマンドとかギャラドスみたいな岩技弱点のやつも多いんで、バンギから入っといて、ドレイドエルレイドケアに HB アーマーが投げて、パワー系ヌメルゴンでもよくわからんやつ破壊できそうなんで、この3匹戦士でギャスラジェイス。コメント、バロリを炎の渦で閉じ込めて毎日走行させ続けたい、怖っ。はい、炎の渦の命中 85%15% で外れます。のでそれくらいの確率で明日も動画上がらないかもしれません。でこれ威嚇入れられるけど、まあ、ハチマキ持ってるんでね、パワー系エッジでいける。で、ボーマンダは格闘技持ってない限りバンギを一撃で落とせないと思うんだけど、まあ、格闘技持ってるボーマンダなんてね、いないと思ってるんで、ただ威嚇入れられたから、まあ、岩技読みでアーマーガーとか、銅王に引かれると受けられる可能性もあるけど、銅王引きもしづらいと思うんだけどな。引いてくるとしたらアーマーガーか、エルレイド。それか、あー、流星群これ耐えますよ。バンギ砂状態の時ね、特防 1.5 倍になるんで、マンダの流星群は、外したこれ。次耐えない、 C2 段階C2 段階下がってますけど、耐えない。マンダの流星群は弱い、いや強い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 、落ちるんかな、やっぱ、いやまあ落ちるあー、これどうする、これどうする、
優勢軍2回打って特攻がマイナス4だから、まあ、ヌメルゴンの特殊耐久があれば一発は耐えられると思うんだけど、相手のパーティー交代もしづらそうなんだよな。銅の特殊耐久信じて、でも銅を受け切れそうってか受け切れるわ。アーマーガー、アーマーガー、こだわりメガネヌメルゴン、竜の波動、どんぐらい入るこれ。俺でーす、無理でーす、無理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 、ヌメルゴンメガネだから、こっから炎技打ってなくて。いや、さっきのはストーンエッジ外したからしゃーないみたいなとこあるから、ちょ魂のもう一戦やるわ。バンギラスのかっこいいとこ見てみたいとか言ってるけど、選出するかどうかはまた別の話。いや、出してもいいな。セグレイブとかには強そうだもんな、バンギラス見た目的に。セグレイブギャラドスとかには、ハチマキ自身あるからドドケザンとかにもいけそうだから、初手投げるか。ただ初手投げすると相手がカバルドンから入ってきたとききついけど、サーフ号こっちのパーティーにいるから意外とカバルドン投げづらいみたいな説もなきにしにもあらずんばといったところ、故障得ず。とりあえずバンギーから入って、まあ、言うてもドドギザンきついから、まあ、受けれるようにアーマーガーも投げといて、ラスイチャー化けの皮ってなんやかんやできるミミッケの三匹戦士でいきます。ゼロゼロゼロ。まあ多分最近のドドギザンはアーマーガーで受けれないんだけど、まあ釣りの舞されなかったらなんとか。うきたー、これさっきの リベンジマッチ。いや、これたださっきストーンエッジ外して、じゃ痛い目見たんですよ。ストーンエッジ外して、ストーンエッジ命中80だからね、 20% の可能性で外れるから、まあ痛い目見たし、これ相手やってくることとしたらマンダで突っ張ってくるか、まあカバ引きかドドギザン引きとかもあるけど、トータルで見たら冷凍パンチ打っとくのが丸い気がするんで、冷凍パンチから入ります。あー、テラスタルか。マンダのテラスタルって何なんだろう。フェアリーか電気か、なんかそこら辺のイメージが最近の環境だと強かったんですが、一昔前は鋼とかもいた気がします。あらー、これ氷技半減な、あーもうダメだグニャいや、ただ鋼竜舞テラスタルボーマンダだったらアーマーガーで HB アーマーガーでいける説ないか。これ凍りませんと。そんな簡単なゲームじゃない、このゲーム。バカではできないゲームになってます。で、これは交代して、竜の舞羽休め、地震アイアンヘッドとか、炎技持ってたら、火炎放射とか大文字持ってたら、ちょ、泡吹いた。アイアンヘッド、オッケーオッケーオッケー。で、これで、今使ってるアーマーが、ボディープレス採用してるんで、ボディープレで、あ、急所行って、急所。痛くないか、別に関係ないわ。これ一回羽休め打つか。羽休め打っとかないとドドギザンとか。あー、やばいやばい。いや、まあ、耐えると。役割破壊大文字ぐらいだったら耐えると。いや、これ、これでも次の大文字耐える。いや、ボーマンダ強すぎ。ちょっと。600族。いや、ボーマンダも600族のポケモンなんだけど、こいつもねー、600族の中ではザコって言われてた時期があったんだよ。で、メガ進化、メガボーマンダが来て、メガボーマンダがめっちゃ評価されるようになって強いみたいになってたけど、まあそれより前はザコ扱いさ、いや、まあこれテラスタルしたから耐えるし、ボリープレスで絶対ボーマンダ取れるタイプ1ボリプレになってから、そう、ボーマンダがね、弱いって言われてた時代があって、メガ進化来て、メガボーマンダめっちゃ強くて評価されたんだけど、まあ剣盾からね、メガ進化のシステムなくなって、まあ、そこからまたボーマンダ見なくなってね、影が薄い600族になってたんだけど、今の環境だとまた結構評価されてるイメージがありますね。で、これはこれアーマーが捨てるかどうかだけど、まあアーマーが切ってミミッキュで詰めるみたいな動きでいいか。サーフ号テラスタル、いや、ワルダクミ、はいはい、スカーフとかじゃない、サーフ号テラスタルでタイプ変更してくると、まあ、多分対面ミミッキュに勝てるんだけど、相手テラスタルボーマンダに切ってくれてたんで、サーフ号はタイプ変わんない、つまりミミッキュでいけると。ただ、まあ、相手の裏がカバルドンとかだとミミッキュ受けに来るかもしれないけど、てかバンギラスどこ行った。いや、食べ残しサーフ号ね。バンギラスは相手のラス位置が、セグレイブとかだ、ギャラドスだったら多分バンギの活躍の場が
あるはずなので、まだ諦めてない。これ、シャドクロはサーフ号絶対、え、ちょっと待って。いや、取れないのは知ってた。いや、取れないのは知ってたんだけど、これ、食べ残し込みで次のシャドクロ耐えられる説ない。え、弱っ。え、てか、買った。え、待って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 。ちょっと待って。これ、次のシャドクロで、サーフ号倒せます？ミミッキーも弱くなったなぁ。昔は強かったんですけどね。昔はおー、危ねえ。これ急所。昔はなんてろみたいな。なんか、老害みたいになっちゃってる。とりあえず倒せて、ドドゲザ。これきついか？これきついか？これ、不意打ち読み影打ちとか、まあ、打てない。あー、え、てか早っ！あ、スカーフか。え、待って、これやばい。いや、バンギラスめっちゃ素早さ振ってるんだよね。めっちゃ素早さ振ってるってか、もう AS ぶっぱレベルなんだけど。え、スカ、え、ドドゲザンの素早さ接続値が50で、バンギが61だから、まあ、ドドゲザンがぶっぱしてたとしても、まあ、バンギの方が早いわけよ。いや、上からいけるから、この5爪ダメプラス、ハチマキ自身でいけ、あれこれ、ちょっと待って。アイヘレ死ぬ、バンギ。いや、耐えると思うんだよな。いや、バンギラスってガブリアスの地震とかも、耐える耐久あるんすよ。まあ、無振りだとガブの地震多分乱数とかそこら辺だけど、まあ、それぐらいの圧倒的耐久があるから、物理耐久はね。いや、耐えると思うんだけどな。ドロギザンのアイアンヘッドぐらいだったら。いや、オッケー！これが600族ってわけよ。あー！ふざけんなよ！おい！もう二度と使われ！弱っ！しかもなんか意味、オーバーキルされてるし、もう二度、